シリーズで放送している神奈川高校野球特集、5校目の今日は県立横須賀工業です。今年の大会から使用される反発力を抑えた新しい基準のバット。打球が飛ばなくなったと言われるこのバットの性能を研究している野球部員たちの取り組みを取材しました。1941年創立で80年を超える歴史があり、地元では健康の愛称で親しまれる県立横須賀工業。機械、電気、化学、建設の4つの学科があり、多くの OB がものづくりの現場で働いています。野球部員は21人。去年まで夏の大会は3年連続で初戦敗退に終わり、今年目標に掲げるのはまず1勝です。開幕が近づく中、野球用具が保管されている一角には、使わなくなった旧基準のバットがひっそりと集められていました。計測はあれね、外径と肉厚を測ってっていうやつで、旧基準のバットと新基準のバットを比較っていう形で測定するから。62.1 一方、機械科の野球部員2人が参加している課題研究の授業では、旧基準と新基準のバットを計測していました。日本高野連は打球による負傷事故防止と投手の負担軽減による怪我防止のため、金属製バットの基準を変更。新しい基準は2年間の猶予を経て、今年の選抜大会から完全移行されました。新基準では最大直径が従来の67ミリ未満から64ミリ未満に、打球部の厚さがおよそ3ミリから4ミリに変更されました。日本高野連の実験によると、より細く肉厚になった新基準のバットは、旧基準に比べて打球の初速がおよそ 3.6% 減少し、反発性能も 5% から 9% 減少したということです。部員たちは新基準のバットについてどのように感じているのでしょうか。感触的にはやっぱり外野に飛んだ時に伸びないっていうのはあります。新基準になってバットが細くなった分、その分しっかり芯に当てないとやっぱうまく飛んでいかないので、より芯に当てるために自分はしっかりボールを見て打つっていうことをやっています。さらにこの授業では、新旧2つのバットで打球の初速とミート率にどんな違いが出るのか、野球部員がティーバッティングをして比較検証しました。この日の計測では、新基準は旧基準に比べ初速が 6.7 キロ、ミート率が 0.06、 それぞれマイナスになり、打球が伸びないことを裏付ける結果に。生徒たちは今後さらに測定を重ねることで精度を上げ、飛距離でどれくらいの差が出るのか調査していくということです。普通の学校だったらバットを切るっていう作業が多分できないと思うので、そういう工具があって、でそういうことができるからこそバットの研究ができるなっていうので、やっぱ機械科に入ってよかったなって思います。工業高校ならではの野球への取り組みは他にもありました。横須賀工業では、使わなくなった旧基準のバットを廃棄せず、ペンスタンドなどに加工してリサイクルしています。またこちらの班では、トスバッティングを一人でもできるよう新たなマシンの開発に取り組んでいました。金属とか加工したり穴開けたりして、ローラーでこうポンと飛ばそうとしているんですけど、そこが難しいかなって自分たちは考えています。課題研究の授業を担当する野球部の奥津監督は、
こうした部員たちの取り組みが将来に役立つと期待しています。ものづくりの現場で働く子も大勢いるので、そこの経験というのは絶対生きると思うので、そういう部分で本当にいい経験ができているのかなと思うので、まあ、そこは本当やり通して頑張ってやってもらいたいなと思っております。一緒に授業を受けている仲間も野球部にエールを送ります。今までやってきた研究結果をどういうふうに試合とかに生かせるかっていうのを楽しみに僕は調べている感じです。勝ってほしいし、ホームラン打ってほしいですね。仲間の期待を受け、横須賀工業野球部は今月8日、初戦に臨みます。まあ、成長してるっていう部分もあるんですけど、まあ、大きい打球を、まあ、打たれるってことは、まあ、少なくなったので、まあ、ピッチャーとしてはやりやすいなと思います。最後の夏の大会なので、まあ、どんな結果であろうと悔いの残らないような試合にしたいと思います。来た球を素直に打つっていう、あまり飛ばない中で、やっぱ間を抜く強い打球を打つっていうところを心がけて、初戦は絶対勝ちたいと思ってます。金属バットの中って空洞なんですね。断面というか縦に切ったバット初めて見ました。そうですね、うん、自分たちの大切な道具を知るということで発見もあるでしょうし、工業高校の強みを生かした研究ですよね。一生懸命プレーしている野球を研究の材料にして、それがさらに将来に役立つなら一石二鳥ですね。そうですね、まあ、他にも野球をテーマにユニークな研究をしている選手が多く、エースの京選手は雨の日に屋内でピッチング練習をするために移動式のマウンドを作る研究をしていて、 VTR で紹介したトスバッティングマシンの開発とともに、完成は夏の大会が終了してからになりそうだということです。横須賀工業に引き継がれていくものづくりのマインド、今チーム、そして夏以降の新チームの活躍にも目が離せませんね。